作家土井豊チャンネル、土井豊の文芸批評 YouTube 講座編、生命文学のすすめ、あなたと同姓同名の主人公シリーズですが、今回は第3回目、小説の人物名現代文学編と題して、ノルウェーの森とアンヤコールのナオコというふうに話していこうと思います。さて、小説の登場人物ですが、戦後日本文学は、GHQ の占領下にあって、横文字の影響が目立つようになってきますね。谷崎の場合はもうちょっと早いんですが、この谷崎潤一郎の名作知人の愛、その主人公がジョージとナオミと、これは意外と今ではどってことないように見えるんですが、当時はとてもいわばバタ臭いという言い方を昔しましたけれども、すごく横文字っぽい名前だったと思われますね。それが安倍工房になりますと、名前がエスカルマだとか、ケイ・アンテンだとか、アルゴン君だとか、本当にカタカナ名が目立つようになってきます。さらに、大江健三郎になりますと、ジェイ、あるいはバード。こんな、後の村上春樹を思わせるような、記号的なネーミングになってきますね。で、そこで村上春樹の話も少し入ってくるんですが、意外なことに村上春樹の小説の登場人物の名前は、過去の日本文学の名作と偶然でしょうけれども、同じ名前を使っていることが意外にあるんですね。例えば村上春樹ねじ巻き鳥クロニクル、岡田徹という主人公ですが、この岡田っていうのは森鴎外の小説ガンの岡田と偶然一致してますね。で、こういうのは春樹さんだけではなく、村上龍にも時々あります。村上龍のテニスボーイの憂鬱の吉野愛子、これは志賀直哉に、暗夜航路に出てくる愛子と、これも偶然でしょうけれども同じ名前なんですね。さて、時代の変化を感じさせる名前というのがやはり特徴的にあります。漱石、鴎外、そして宮沢賢治なんかの頃までは、名前、これ実はよくある名前っていう感じで、これ入れ替えてもあんまり変わらないかもしれないなと。名前のその作品、作者と作品と名前を入れ替えても違和感ないかもしれないんですよね。ところが戦後文学になってくると、これはちょっと入れ替えるとちょっと違うかなと。遠藤周作ですとか三浦綾子ですとか、カタカナ名が入ってくるところもいかにも戦後という感じがしますけれども、名前にやっぱり、時代のその背景がなんとなく感じられるようになって、ちょっと入れ替えると違うかなという感じになりますよね。ちなみにこれは遠藤周作の私の捨てた女の映画版です。さらに変わるのは、この例えば浅井亮の霧島部活やめるってよという有名な小説も、こうなると完全に名前が際立ってますよね。これはちょっと
他の作品と入れ替えたりするとダメな感じだと思います。この小説にしか通用しない名前っていうのを使うようになってますよね。さてそこで、意外なのが村上春樹の場合なんですね。で村上春樹の小説、それと志賀直哉の小説、これは実のところ完全に正反対の、作風だとずっと言われ続けていました。まあ村上春樹の小説は非常に、幻想的な感じですよね。志賀直哉といえばリアリズムの極致みたいな自然主義の対価という感じで、全く正反対のはずだったんですけど、なぜか村上春樹の代表作ノルウェーの森と志賀直哉の代表作アンヤ航路、どちらもヒロインが直子ということになります。しかも、ノルウェーの森は村上春樹自身がリアリズム小説であり恋愛小説だというふうに語っていました。一方のアンヤ航路、まあ日本文学史に必ず登場する名作と言われますが、これも志賀直哉自身が恋愛小説だと名付けているんですね。まあリアリズムの小説なのは間違いないですけれども、志賀直哉自身にとってアンヤ航路は恋愛小説でもあるようですね。そうするとノルウェーの森はどっちもヒロインが直子、そしてストーリー的にもどちらも三角関係、そして、まあ、これも奇妙な一致ですけれども、主人公の青年はどっちも、その三角関係などの愛の迷いによって、混乱してですね、各地を放浪するという筋立てになっています。特にまあ共通するのは京都が重要な舞台として登場する点も不思議な暗号ですね。で、これがですね、奇妙な、これも奇妙な偶然の一致なんですけれども、主人公の父親との関係っていうのが共通します。そして、まあ、これも本当に奇妙な偶然の一致なんですけれども、主人公は傷ついた心を癒すために、自然の力によって回復するんですね。でこれもまた奇妙な偶然ですが、どっちも山陰地方の自然の中で心を癒すことになります。とまあ、このように、ノルウェーの森と志賀直哉のアンヤ航路、奇妙な一致点が多いなと、まあそういうところを注目してみたいと思っています。さらにこちらは森鴎外なんですけども、これあんまり気づいていないようなんですが、森鴎外の癌の中にフェトという言葉が出てきます。このフェトはノルウェーの森の最初に登場する謎めいた言葉と同じですね。これはもしかして何か関係するのかなと、同じような言葉が森鴎外のガンという青春小説と村上春樹のノルウェーの森、どちらもフェトという言葉をまあ意味ありげに使っているところ、奇妙な偶然の一致だと思います。さて次は太宰治とノルウェーの森、これまたもう本当に両極端みたいな、感じなんですけれども、太宰治、まあ、村上春樹は太宰治もあんまり読んでないようなことを言ってますけれども、
太宰治の名作斜陽に経竹刀が描かれるんですね。で、同じく村上春樹のノルウェーの森には経竹刀が登場します。経竹刀っていうのは、まあ関西に住んでると普通に見かけるんですけれども、意外や意外、まあ花は綺麗なんですけども、毒があってですね、食べちゃいけないんですね。だから斜陽に出てくる経竹刀がいかにもその滅びのイメージであるのと同じく、ノルウェーの森のその経竹刀が出てくる場面も、ヒロインの直子が高校生の時に入院していた病院のその経竹刀なんですよね。後の直子の運命を暗示するような場面です。まあ、これはあの実際、村上春樹のノルウェーの森に出てくる、直子が入院した病院のモデルと言われる、西宮市の、病院、西宮海生病院というんですが、そこの近くの宿川沿いに咲き乱れる経竹刀の写真です。さて、話を続けていきますと、今度はですね、三島由紀夫と人気アニメエヴァンゲリオン、これはちょっと意外な共通点ですね。実は、三島由紀夫の名作潮騒の真嗣というのが出てきます。エヴァンゲリオンの主人公の真嗣のは偶然ですけれども同じ名前なんですね。まあ潮騒の方の真嗣はすごく勝ち組っぽい、青年なんですけども、エヴァンゲリオンの真嗣とは本当に対照的で、こちらはもう本当にもう、どん底の、劣等感に苦しむ、まあそういう少年ですよね。ね、名前だけが同じだというのがすごく、印象的な対比になっています。まあ、これはですね、村上龍の場合は意識的に、エヴァンゲリオンの、庵野秀明監督が、引用したということですけれども、村上龍の愛と幻想のファシズムに登場するカリスマ的主人公鈴原桃子、一方エヴァンゲリオンの桃子はちょっとカリスマというよりはコミカル系ですよね。で、相田健介っていうのも出てくるんですが、エヴァンゲリオンの健介は、ツッコミの相方みたいな感じに描かれていますね。名前だけ拝借したという感じになります。もう一つ、これはまあちょっと仮説になりますけれども、三島由紀夫の午後の栄光という有名な小説があり、映画化もされてるんですけれども、午後の栄光の、龍二、これはもしかして、有名な映画の龍二に、オマージュがあるのかもしれないと。まあ、これはもう本当に仮説なんですけどね。午後の栄光、まあ、こういう感じですね。さて最後に、まあ偶然なんですけども、同じ名前、同じ名字、そういうのがあります。まあ、三島由紀夫の場合はですね、これは意識的なのかもしれませんけれども、同じ作者が、まあ、違う作品で同じ名字を使う、同じ名字の人物を使う、まあ、こういうことも、まあ、もしかしたら狙ってやったのかもしれません。一方この場合はですね、羽生豊の指令の登場人物を小川邦夫が、リスペクトして、同じ名前を借りたという、まあそういう一つの例ですね。でさらに、これはまあ本当に偶然なのかもしれませんし、
わざとなのかもしれません。大江健三郎の、まあ、最初に紹介した、記号的な登場人物の名前、J やバード、そういう記号的なネーミングを村上春樹はデビュー作「風の歌を聴け」の、J とかネズミ、これで、真似したのかもしれないなと。で、村上春樹と大江健三郎っていうのは、まあ本当に昭和の日本文学の、あるいはまあ 20世紀から21世紀にかけての、日本文学の代表的な作家の、まあ間違いなく代表する作家の2人ということですが、まあお互い意外と意識し合っていたということの一つの証明になるかもしれません。さて、今回はこのぐらいで終わりますが、また、次回第4回をお楽しみにお待ちください。